原夏子は、日本の声優、女優、アイドル。クロコダイル所属愛知県安城市出身。代表作には、理系が恋に落ちたので証明してみた。邪神ちゃんドロップキック、メイドインアビス、盾の勇者の成り上がりなどがある。愛知県を拠点にマルチタレントとして活動し、愛知県北下良郡下良町の観光大使を務める。 2013年には、愛知県事業、愛知の山里で暮らそう80日間チャレンジ、設楽町担当として、CBC ラジオのコーナーへの出演や、中日新聞県内版及び東、三河版へ掲載される。また声優として、日本ナレーション演技研究所、インターナショナルメディア学院を経て、イオムエージェンシーにて、アニメ、JK メシ、佐伯麗奈役でデビュー。 2016年より、クロコダイルに所属。2016年6月、早期のガンが見つかったとして、出演予定のイベントを欠席し、治療を優先して、活動をすることを表明。同年9月、ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ、香川ファイブアローズの名アンバサダーに就任。2016年以降、警視庁のマスコットキャラクター、ピーポクに役を、広報用映像や、 ウェブアニメなどで演じている。太字はメインキャラクター。映画ドラマアニメはインターネット配信。ありがとうございます。